はい、こんにちは。今日はロシアとウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。対応遅く、プーチン氏に批判。ロシア・モスクワ郊外の事件をめぐるプーチン大統領の対応が遅かったと一部で批判が出ている。発生から約19時間も姿を見せなかったためだ。今月中旬の大統領選までは国営テレビが連日プーチン氏の公務の様子を放映し、通算5選に向けたアピールに余念がなかった。だが22日の事件直後は大統領府がプーチン氏はすぐに報告を受けたと発表するのみ。23日未明に声明を出すと国営メディアが予告したが、誤報として訂正された。プーチン氏は23日午後にようやく国民向けに声明を発表した。独立系ジャーナリストは SNS で政権の対応を疑問視した。このように報道されております。さらにですね、在モスクワアメリカ大使館が事前にテロ攻撃の潜在的な発生の警告を今月7日に出していましたが、プーチン氏は19日の連邦保安局 FSB の演説であからさまな威嚇同様の行動と断じていました。その後22日にモスクワでの事件が発生しました。これは CNN の報道であります。またプーチン大統領は23日国民向けのビデオ演説で、すでに拘束したとする直接の実行犯とされる4人がウクライナ側へ逃亡しようとしていたとの見解を述べ、根拠を示さないままウクライナの関与を主張した。ウクライナ側は否定していると報道されております。こうした中、次のような報道がされております。ロシアのテレビ番組に登場した一部の専門家でさえ、ウクライナが関与したとの見方に公然と疑問を呈し、むしろロシアの治安当局の対応について政権にとって厄介な問題点を指摘した。ウクライナとの戦争への抗議の声を電光石火のスピードで潰しておきながら、クロッカスシティホールでの事件への対応を開始するまでになぜ1時間以上もかかったのかという点だ。政治アナリストのミハイル・ビノグラドフ氏は23日の RBK テレビの番組の中で、今回のテロでウクライナがどのような利益を得られるのかがあまり明確ではないとし、治安維持のテーマについて見直す必要があると指摘。このように報道されております。つまりプーチン大統領、プーチン政権は次の3つの情勢に直面していることになります。1点目、プーチン大統領が事件発生から約19時間も姿を見せなかったこと、これはロシア国民が知っている、つまりロシア国民もプーチン大統領の対応が遅いのではないかと思っている可能性が高いと思います。2点目、プーチン氏が19日の FSB での演説でアメリカ大使館からの警告について、あからさまな威嚇同様の行動と断じていたと報道されていることは、これはですね、プーチン大統領がロシア国内で FSB の演説で述べていることですので、これはロシア国内でも知られていることだと思います。そうしてプーチン大統領が言っていた中ですね、モスクワでの事件は22日に発生してしまったということになります。3点目、プーチン大統領、プーチン政権が根拠を示さないままウクライナの関与をほのめかすような主張をしている中ですね、そのプーチン政権の見方に対しまして、ロシアのテレビ番組で公然と疑問が呈されており、ロシア国内で放送されていること、これら3つの情勢はですね、ロシア国内、ロシア国民なら誰でも知れる情報になっている、つまりはロシア国内で広く知られている可能性があるということになります。これはプーチン大統領自らプーチン政権の威信に傷をつけ、政権の足元が揺らぐような情勢を作り出し、さらにはロシア国民からの不信を招く結果につながったと考えられると思います。さらに次のような報道がされております。ロシアのプーチン大統領は25日モスクワ郊外のコンサートホールで起きた事件に関し、捜査当局や治安機関のトップを集めた対策会議で、犯罪はイスラム過激派によって実行されたと初めて明言した。同時に誰が指示したか関心があると述べ、背後にウクライナの関与が疑われると一方的に主張した。イスラム国はプーチン大統領に反発する新たな攻撃を発表。イスラム国ホラサン州がプーチン大統領に向けロシア領土への新たなテロ攻撃を行うと発表した。このように報道されております。ですので、いくらプーチン大統領がウクライナの関与ということを主張してもですね、イスラム国側がこのような主張をしている以上ですね、プーチン大統領の論理には根本的な矛盾が出てきているというのが現状だと思います。で、やはり今回のモスクワでの事件の背景には、ロシアとイスラム国の今までの
歴史的な経緯、関係というものがあるのだと見るのがですね、通常だと思います。イスラム国はですね、シリアなどを支援するロシアを敵視しているという経緯があります。アメリカメディアはアフガニスタンに拠点を置く IS 系勢力イスラム国ホラサン州が今回のモスクワでの事件に関わったと報じております。イスラム国ホラサン州は2022年9月に首都カブールにあるロシア大使館への攻撃にも関わったとみられています。イスラム国ホラサン州は同国のイスラム原理主義勢力タリバンと敵対しています。ロシアプーチン政権はアフガンでもタリバン政権を支持してきた経緯があります。さらにロシアはですね、シリア内戦でイスラム教シーア派国家のイランとともにアサド政権を軍事支援し、15年に武力介入してスンニ派組織のイスラム国を空爆しました。そうした経緯からイスラム国内にはロシアへの反感がくすぶっていたという経緯があります。さらにプーチン政権はロシア南部のチェチェン共和国などでもイスラム過激派へのですね、弾圧を強めてきたという経緯がありました。こうしたですね、複数の要因から今回ロシアがイスラム国の標的となった可能性が考えられると思います。こうした情勢を背景としてイスラム国が動き出したのだとしますと、今後ですね、イスラム国とロシアプーチン政権の対立は深刻な戦いになる可能性が考えられます。さらに先ほどのニュースにもありましたように、イスラム国ホラサン州がロシア領土への新たな攻撃を行うと発表していると報道されておりますので、こうしたことが続きますとイスラム国ホラサン州とプーチン政権の対立はロシア国内で深刻な情勢を生み出す可能性すら考えられると思います。さらにそうした情勢はロシア南部のチェチェン独立運動などにも飛び火する可能性も考えられまして、プーチン政権とイスラム国、ロシア南部、北カフカス地方のイスラム系武装勢力などとの対立は今後深まる可能性が考えられます。これはですね、プーチン政権がロシア国内の内戦に直面する可能性を潜在的に内在しているということだと思います。こうした情勢はですね、プーチン大統領に対するロシア国民の不信が高まる可能性、そしてプーチン政権の外交政策をですね、根幹から揺るがす可能性が考えられます。今回の事件を受け、ソーシャルメディアやロシア市民の内々の会話では、プーチン氏のほぼ四半世紀にわたる支配の中で形成されたシステムのいくつかの重要な側面に焦点が当てられている。疑問の一つは、ロシアの法執行当局や情報当局のテロ対策任務への関心がウクライナとの戦争によって薄れているのではないかということだ。オランダを拠点とする独立系の対テロ諜報専門家グリゴリー・セルシコフ氏は、 FSB はウクライナでの戦争とそこから生じる危険に気を取られるあまり、これを見逃していたのではないかと指摘する。彼らはあまりに多くの戦線で戦っていて手一杯になっている。このように報道されております。このことによりまして、今まで慎重に作り上げられてきたプーチン大統領の強力な政治指導者としてのイメージが損なわれる可能性が生じていると考えられます。またプーチン大統領がロシア国民に対する安全保障の役割を果たすために構築した権威主義国家の能力についても疑問が生じている可能性があります。プーチン氏のスピーチライターを務めたアッバス・ガリアモフ氏は、今回の事件によってプーチン大統領は約束を果たせていないとみなされている。彼は平和と安定を約束していたが、今その平和と安定はどこにあるのかと指摘しました。またですね、今回のイスラム国によるですね、テロというものはプーチン政権にとって別の意味でも難題を突きつけていると指摘されております。それはですね、ロシアプーチン政権が途上国やイスラム世界と連携してですね、アメリカ主導の西側諸国との間で存続をかけた戦いを行っているのだというロシアプーチン政権によるプロパガンダで描かれた世界情勢と、今回のイスラム国によるテロが矛盾するためであります。アッバス・ガリアモフ氏は、今回の事件がですね、本当にイスラム国の仕業だとしたら、プーチン氏の全ての外交政策は無価値になる。だから彼らはウクライナに責任を負わせようと躍起になっているのだと指摘しております。こうした中ですね、プーチン政権によるウクライナ侵略が長期化することにより、プーチン政権はさらに難しい情勢に直面する可能性が指摘されております。ウクライナとの戦争によってロシアが軍事経済体制に転換し、
失業率が過去最低水準となっていることで、イスラム教徒の多い中央アジアの国々、特にタジキスタンとウズベキスタンからの移民労働者に対するロシアの依存度がさらに深刻化している。何十万人もが国防産業で職を得ているほか、軍に勧誘されて前線に送られた人たちもいる。正確な統計はないが、中央アジアの労働者はビザなしでロシアに入国でき、近年では数百万人がロシアの主要都市に定住している。移民およびロシア生まれのイスラム教徒がロシアの人口に占める割合は 20% にもなると見られている。移民に対する不満はロシアの社会全体へと広がってきている。ただ多くのロシア国民は自国が中央アジアの労働力に頼りすぎていて、今さら急に方針を転換できないことを認識している。オンライン求職サイトスーパージョブを運営するアレクセイ・ザハロフ氏はもはやどうすることもできないと述べた。ロシアの首都モスクワ郊外で22日に起きた事件を受け、同国議会では中央アジアからのイスラム系外国労働者に入国規制など厳しい措置を求める声が相次ぎ、政府も法案の準備に入った。プーチン政権はウクライナ侵攻の長期化で深刻な労働力不足に直面している。移民への対応で難しい対応を迫られる。ロシア議会では中央アジアなどイスラム系の外国労働者に対する強硬論が噴出した。今回の事件についてはイスラム国が犯行声明を出していた。大統領選に出馬した政党新しい人々のダワンコフ下院副議長は24日通信アプリテレグラムに投稿し、外国からの労働者を微罪でも国外退去させるよう主張した。ロシアメディアによると、政府も外国からの労働者の規制強化に着手する。プーチン政権にとって移民の締め出しはモスクワなど大都市の保守層へのアピールになる一方、戦時経済の維持に打撃となりかねない。ロシア科学アカデミー経済研究所によると、労働者の不足人数は2023年に約480万人に達した。22年9月に発令した部分動員令で30万人超を招集し、発令後には招集を回避しようとする人の出国が相次いだ。ロシアは移民のうち旧ソ連の出身者が9割を占める。タジキスタン、ウズベキスタン、キルギスといったイスラム教徒が多い中央アジア3カ国で全体の半数を占める。他にもカザフスタンやアゼルバイジャンなどイスラム教徒が多い国の出身者が目立つ。失業率が過去最低の水準で推移する中、中央アジアからの出稼ぎ労働者が人手不足を補っている。建設や製造、物流、サービス業など幅広い業種で経済を支え、ロシア国内の賃金や物価の上昇を抑える要因ともなってきた。新たな規制をめぐる議論も相まって、中央アジア移民がロシアから逃避する動きを強めれば、ロシアは戦時経済を支える安価な労働力を失いかねない。プーチン大統領はかねてロシアの精神や文化、言語など伝統的価値を軸とする愛国主義を掲げ融和を訴えてきたが、足元で歪みも見られる。ウクライナ侵攻ではロシアの地方に住む低所得のイスラム系住民を契約兵として前線に送り込み、多くの犠牲を出している。イスラム系住民の不満がくすぶる中、24年1月にはロシア中部のバシコルトスタン共和国でイスラム系の地元の活動家に対する懲役刑判決に抗議する大規模な反政府デモが発生した。このように報道されております。プーチン政権は自身が始めたウクライナ侵略が長期化したことで、国内の治安維持が手薄になっている状態に直面している可能性、ロシアが軍事経済体制に転換し労働力が必要な中ですね、イスラム教徒の多い中央アジアの国々からの移民労働者に対するロシア社会の依存度がさらに深刻化し、そのことによりモスクワで起きた事件と同様の事件がですね、さらに起きる可能性。3点目、他方でプーチン政権がロシア国内のイスラム教徒の人々への統制弾圧などを強めますと、プーチン政権が途上国やイスラム世界と連携してアメリカ主導の西側諸国との間で存続をかけた戦いを行っているという、プーチン政権のプロパガンダで描かれた世界情勢と矛盾を起こし、さらにはですね、そのことがロシアとイスラムとの対立に発展する可能性を内在していること、こうした3つの情勢にプーチン政権は直面していると考えられます。今回のモスクワの事件はプーチン大統領の強力なイメージに打撃となりました。つまりプーチン政権によりますウクライナ侵略の長期化はプーチン政権に重大なほころびを生じさせる結果につながっているように見えます。こうした情勢の中、さらに次のような報道があります。ウクライナ、ロシアの大型揚陸艦2隻を攻撃。クリミアでウクライナ軍は24日、ロシアが支配するウクライナ南部クリミア半島セバストポリで
ロシア黒海艦隊の大型揚陸艦ヤマル、アゾフの2隻と通信センターなどを攻撃したと発表した。ロシア側の当局者は23日、セバストポリにミサイル攻撃があり、上空で10発以上を迎撃したと通信アプリに投稿していた。揚陸艦ヤマル、アゾフの損傷程度はまだ視覚的に確認できていません。あくまでウクライナ側が攻撃は成功したと述べている段階です。仮に撃破していた場合、ロシア海軍黒海艦隊の大型揚陸艦は2年間の戦争で13隻中7隻が攻撃され、3隻撃沈、1隻大破、1隻小破、2隻撃破、確認中となり、半壊状態となっています。このように報道されております。さらにウクライナ軍は3月24日の攻撃で偵察艦イワン・クルスと大型揚陸艦コスチャンティン・オルシャンスキー、この2隻を攻撃することに成功したと報告されております。つまり3月24日のウクライナ軍の攻撃でロシア黒海艦隊は4隻がですね、大きな打撃を受けた可能性があります。ロシア黒海艦隊はですね、すでにご覧いただいている艦艇計18隻が撃破または使用不能状態になっております。ですので今回3月24日ロシア黒海艦隊の大型揚陸艦ヤマル、アゾフと偵察艦イワン・クルスと大型揚陸艦コスチャンディン・オルシャンスキーの4隻がですね、大きな損耗を受けるまたは使用不能状態に直面しているということになってまいりますと、ロシア黒海艦隊は22隻失ったことになります。さらにですね、ウクライナ軍はロシア経済に打撃を与えようとロシア国内の石油やガスなど燃料関連施設へのドローン攻撃を続けております。イギリス国防省は23日、最近の石油施設への攻撃によりまして、ロシアの石油生成能力を少なくとも 10% 低下させた可能性があるとの分析を発表しました。 10% という数字はですね、これは馬鹿にならないと思います。こうなってまいりますと、ロシア国内のですね、石油の価格などが上がる可能性が考えられまして、そのことはモスクワやサンクトペテルブルクなどを含むロシア国民の生活に打撃になる可能性が考えられます。プーチン政権は国内情勢の不安定化、イスラム国の問題、ロシア国内の労働力不足を補ってきた移民が減少し安価な労働力を失う可能性、ロシア黒海艦隊が壊滅的打撃を受けている状況、そしてロシアの石油生成能力が少なくとも 10% 低下した可能性、このことによるロシアの国家財政にとって重要なエネルギー産業に打撃を受けている情勢、こうした情勢に直面している可能性があります。これらの事柄は今後ロシア経済に大きな打撃またはですね、混乱をもたらす可能性も考えられると思います。プーチン大統領、プーチン政権はこうしたですね、プーチン政権の基盤そのものに揺らぎが生じている情勢と直面しているとみられます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。